これでロシアのメダルは確定しました。7番目に登場、スペインです。アテネオリンピックでは7位でした。去年の世界選手権でも7位。鮮やかなスペインのこの赤。さあリボンのこの使い方に一つまた特徴があるのがスペインですよね。そうですね。1本から3本と長いこの交換で始まりました。スペインのリボンです。この連携、綺麗です。いいですね。高い交換成功、はにも一つ大きな特徴があります、このスペイン。あ、見事な連携です。連携がずっと続きました。曲に合わせてのステップの連続です。これはもうスペインならではですね。そうですね。見事に合っています。見せてくれます、スペイン。飛び越えて、あ、綺麗です。6メートルのこのリボン、しかもスティックまでを全体を使ってのこのスペインのリボンです。さあクライマックス、最後見事に決めてくれました。そうですね。リボンがこんなに変わってしまうのかというぐらい、はい、いろんな多彩に変化しました、はい、連携がなかなか面白かったですね。スペイン17歳から21歳までのこの5人です。スペインでした。独特のステップがありました。まずこの連携から始まって1本から3本、そしてこの一気に同時性に入りましたよね、はい、このリボンが、まあ、変幻自在と言いますかね。そうですね。いろんな形に変化しました。そうですね。スペインのその創造性と言いますか、独創性と言いますか、はい、そういったものを見せてもらいました、はい、メダル圏内に入るためには 15.100 が必要ですが、実施そのものはどうだったでしょうか。そうですね、あまりミスはなかったように思います。これは最後のところです。はい、さあメダル圏内に入るには 15.100 以上が必要です。 14.600
7チーム終わって4位ということになりました。